い、こんにちは、シンキングボール整体の、平野です。こうしてこうするとですね、バランスを取りながら、そして倍音を聞く、もちろんこうしてでもいいと思うんですけどもね、シンキングボールね、今すごく流行っていたり、音さんもねこう流行っていると思うんですけども、この波動をね、どこにこう響かせるかというと、やはり、この脳幹、脳のね中枢である脳幹にこう響かせてっていう、形だと思うんですね。ですが、今のこの脳幹の、衰え、現代人本当にこう衰えてしまっている、現代人にとってでですね、まずやらなければいけないのは、その傾いた脳幹、緊張している脳幹、そこをまずね少し戻してあげて、そこに対して音さんの、音を入れていただいたり、シンキングボールのね音をいただいて入れていただいたりするとですね、よりいいのではないかというね、お話をさせていただいてます。逆に言うとこの倍音、一応ねこの複雑な、このアナログの、ね、音とですねデジタルの音、今、もちろん皆さんこうデジタルの音を聞いて、そしてデジタルの、映像を見て、そして強い光を浴びているんですけども、もうこれ自体がですね脳幹にとってはですね、人類進化の過程で初めて受けるね刺激、これに対して戸惑いをね持っているのではないかというのがね私常々思っているところです。そんな形でですね、このシンキングボール、確かに役立つと思うんですけども、もう今はね昔例えば20年前私が整体を始めた頃はですね、骨盤をこうギュッグッと押せばね、なんかいろんなものが変わっていて、不妊の方もねバンバンできちゃったみたいなね形があったんですけども、ある頃からやはりその、押してもねなんかこう響かない、そしてグニャってなってしまう、もう軸がこううまく取れない、結局脳幹の軸がねこう狂ってしまっている、そんな現代人がどんどん増えてきてしまっている中でですね、シンキングボール20年前だったら、例えば1時間ね鳴らせばすごく整ったものが、今はですね、例えば1日10時間ぐらい、聞かないと、揃ってこない、そんなような時代ではないかなというふうに思っています。ですからその10時間ではなくてですね、ありがとう整体で脳幹をこうしっかり調整することでですね、10時間ではなく2時間で聞くようにする、シンキングボールの、ね、この響きがね、聞くようにするというね、のがコンセプトであるわけなんですね。ですから、シンキングボール、うちは、今は使っていませんけども、その中心を取ってからシンキングボールも、音差もね、してもらうといいのかなというふうに思っています。チーン、ありがとうございます。